第3回嘘の球体と嘘の重力。今回のことはより大きな問題の一部に過ぎません。この国では反知性主義が蔓延している。それは情報に基づいた民主主義の終わりの始まりかもしれません。もちろん自由な社会ではそうすることができます。地球は平らだと思ってもいい。しかし地球は平らではありません。これを重力と言います。これは面白い試みです。周りの人に地球は宇宙の中を回転する巨大な球体だと信じられないと言ってみてください。狂っていると言われるか、呆れた目で見られることを保証します。このチャレンジの一番面白いことは、地球が球体だと信じている人たちには実体験に基づいた証拠を持ってないことです。私たちの誰もが日々の生活の中で地球の曲がりまたは太陽系内での動きを感じられるでしょうか。いえ、できません。誰か軌道上の惑星や目の前で広がる宇宙を見たことがあるという人はいるだろうか。そんな人もいませんが、地球は平らだという狂った人がいると大抵の場合、彼らは NASA が提供する地球のイメージを見せます。そして誰もが宇宙の存在を知っていると言って数えきれないほどの教授たちがこの問題の研究に人生を捧げていると教えてくれる。そして重力の存在に話が行き着くかもしれません。しかし実際には何が起こっているのでしょうか。いくらかの人々は地球は平らだと頑固に示しています。それは本人に心のゆとりがないからではないのです。例えば妊娠中のお姉さんと一緒に座っていて、その人にあなたは女性ではないし、あなたは妊娠していないと言っていたら、はっきり否定されますよね。地球は平らだという人が言う発言はこのような反応と同じだと思います。明らかに妊娠している証拠がありますよね。挑戦することが何よりの始まりです。それはその人の頭の中のプログラムとの戦いです。このプログラムはしっかりと根を張っており、意図的に植え付けられています。私たちが小学校を卒業する前に平らで固定された世界を初めて体験したことは、少しずつ消されていきます。そして地球が球体であるという考えは着実に根付いていきます。悲しいことに、私たちの多くは大人になってもこの考えに疑問を持つことなく成長していきます。地平線が曲がって見えるのはNASA やその他の公式な情報からの写真や映像だけです。すべてのアマチュア写真家が提供する編集されていない生写真では地平線は完全に平らです。海岸に立っているとき、あるいは見晴らしの良い場所から景色を眺めているとき、どのような高さであっても地平線は常に360度平らに見えます。これは私たちが自分の目で見ることができます。なぜなら地平線は常に見る人の目の高さまで上昇するからです。地平線を見るために下を向いたり上を向いたりする必要はないのです。
地球がどんなに巨大だと言われても、もしも地球が丸い球状だったら、視線を地平線に合わせるためには、上向きか下向きに調整する必要があります。私たちは写真やビデオで、曲がった地平線を見たことがあります。しかし、NASA や他の多くの公式ソースは、地球が曲がっているように見せるために、魚眼レンズを使って地平線を歪めています。これは、GoPro に内蔵されている魚眼レンズと同じものです。あなたが何を言おうとしているのか、私にはわかります。あなたは飛行機の窓から地平線が曲がっているのを見たことがありますね。ですが、残念ながらこれはさらなるトリックです。地平線が曲がっているように見せかけるために、飛行機の窓ガラスは一般的に外側に向かって曲がっています。私たちの騙されやすい性格を利用したネット記事があります。飛行機の窓が変更されたのは四角い窓では、墜落事故の割合が高かったために変更されたと説明しています。へえ、そうなんだ。私たちは地球の曲がりを目撃するには十分な大きさではないので、バルーンを使って高度 36km まで上昇して、魚眼レンズを使わずに撮影しました。見てください、平らな地平線です。風船はぐらぐらと回転していますが、地平線はまっすぐなままで一切曲がりません。これは何世紀にもわたる問題なのです。私たちの祖先は地球が平らであることを見極めるために、自分の生まれ持った感覚を頼りに判断しました。そして一部の人たちは地球が曲がっているという理論に手を出しました。それは近世になってから出会い、コロンブスのような航海者によって、地球は丸いという地動説の地球モデルが主流になりました。その後、人々は永遠に自分の感覚を知ることを犠牲にしました。地動説には明らかに欠陥があり、めちゃくちゃです。現在、地動説が支持されたことは驚くべきことです。例えば、地平線に接している水を見てみましょう。水の物理的な性質として、いつもある高さを見つけて水平を維持します。もし地球が球体だったら、水はこのような一貫した水平面を維持することはできません。水面が平らなのは当たり前のことですね。私たちは地球上のすべての人生において、止まった水面が曲がっているのをこの目で見たことがない。海面も平らです。もし水が常に平らでいなかったら、なぜ私たちはこの道具で水平が測れるのでしょうか。やっぱり水は曲がらない。川を例に出します。いつも川は海へと流れます。地球が回転する球体であれば、地球上の多くの川はどこかの地点で必ず上に向かって流れることになるでしょう。このことでエリック・デバイさんが指摘していることがあります。ミシシッピ川の長さは 4800km です。これは地球が球体であれば 17km の長さの上り坂が必要になります。彼はまたこのようなことも示しています。ナイル川の一部は 1600km にわたって流れていますが、落差はわずか 30cm です。
もし地球が球体であれば、これは不可能です。私たちの世界のマジシャンのような科学者たちは、地球一周は4万キロメートルだと主張していますが、球体の三角法によると、すべての静止した水面は8インチパーマイル、1マイルあたり8インチに距離の2乗をかけた長さ、下向きに曲がらなければならない。ということは、32キロメートルの水域では中央の頂点から両側に20メートルの高さの差があることになります。科学者たちは毎回このくぼみや曲がりを見つけようとしてきましたが、水はいつも完全に平らであることを証明しています。この国では反地政主義が蔓延している。線路や道路、橋などを作るときに、建築家やエンジニアは地球の曲がりを考慮しない。エンジニアの W. リンクラー氏がアースレビューに掲載した記事では、地球の曲がりについて長年の技術者としての見解を述べています。そして私はこのデタラメな意見が学校の教科書でのみ認められていることを知りました。技術者はこのようなことができるとは夢にも思わないでしょう。私は何キロメートルもの鉄道と、さらに多くの運河を調べましたが、まだ一度も認められていません。ましてやこの曲がりの許容範囲が運河の最初の 1.6 キロメートルに20センチメートルの高低差があることや、1マイルあたりの距離の2乗の比率で増加していくことなんて、技術者はそこまで愚かでないと考えてください。設計図に48キロメートルの鉄道を180メートルの曲がりを描くような時間の無駄は技術者に認められていません。この国では反地政主義が蔓延している。もし地球が時速 1600キロメートルで回転していたら、その動きを感じることができないのはなぜだろう。地球の回転を感じたと証言できる人は地球上に一人もいません。私たちは車や電車で移動するときに動きを感じます。船や飛行機に乗っていると乗り物酔いをすることがあります。魔法使いのような科学者たちが言うには、地球が回っているのを感じないのは一定の速さで地球が回っているからだと言います。彼らはよく電車での移動に例えて、私たちが動いていると感じるのは列車の速度が変わった時だけですと説明します。しかしこの例えは崩れてしまう。地動説では、地球は密閉されたシステムではありません。それはオープンな環境で劇的に変化する独自の天気があります。もしあなたが一定の速度で動いている電車の中ではなく、電車の上に座っていたら、きっと動きを感じるでしょう。さらには彼らはまた自分自身に矛盾している。2016年の記事では、 NASA ゆらゆら揺れる地球に関する2つの謎を解くと題した記事を掲載しました。地球は常に地軸上で回転しているのではなく、その代わり時間とともに不規則に揺れ動いている。それは地球上の水の量の変化によってだという。誰も感じていないのが不思議なくらいです。一体どっちなんだ。
NASA の言う気づかれない一定の回転運動なのか、あるいは不規則な動きのパターンなのか。地球が回っているというのは考えてみると馬鹿げている。もし地球が実際に回転していたら、ヘリや気球が地表にホバリングして目的地が来てくれるのを待つ。同じように、もし地球がボールだったら、飛行機のパイロットは常に高度を下に再調整することが必要になります。まっすぐ飛んでいたら宇宙空間に飛び出してしまうため、分ごとに800メートル以上降下しなければなりませんが、もちろんそうではありません。パイロットはこのような飛行メカニズムを教えられることはありません。そして本物のパイロットは何を言いたいのか。地球がカーブしているため、3度下向きに飛ぶ必要がありますか？違うよ、実際には機首を上に上げるんだ。地球は平らだと調べていたのですが。それは本当だよ。ありがとうございます。神のご加護がありますように。一つだけ質問があります。平らか球体どちらですか？私は平らに感じるのです。僕も平らだと思うよ。かなり平らに見えるもん。確かにそうですよね。平らに保つ飛行ケーキもあるわよ。ありがとうございます。こんにちは。シリアスな質問があるのですが。地球のカーブを計算して飛行していますか？僕らは実際には何もしてないよ。地球は平らだと思いますか？そうだと思うよ。ありがとうございます。もし地球が実際に回転しているのであれば、フライト経路は非常に複雑になります。ニューヨークからカリフォルニアまで西に飛ぶと 4000km の距離があり、民間機では5時間弱かかります。地球が東に向かって時速 1600km で回転しているとしたら、このフライトにかかる時間が短くなるだけでなく、地球の自転の影響で逆方向への飛行は不可能に近い。それはあたかも長い時間をかけて、とても長い下りのエスカレーターを駆け上がるようなものです。また地球や大気が時速 1600km で回転していたら、止まっている雲や天気の形を見るのは不可能だと思いませんか？言うまでもなく、雲はしばしば交差しています。地球の自転が現実であればこれは不可能です。トーマス・ウィンシック氏は次のように言います。想像してみてください。直径13000km の球状の物体によって動かされた
空気がどのような力を持っているのか心に描いてみてください。それは時速 1600km で回転し、時速10万 km で宇宙を駆け抜ける。ではこのような地球上の住民が髪の毛をそのまま保てると思いますか？もし地球が時速 1600km という驚異的な速さで回転していたとしたら、このような巨大な質量を持つものは必然的にその空間に巨大な風を巻き起こします。風は一方向からしか吹きません。そして雲のようなものが回転球体の影響範囲内に入ってくると同じように動かなくてはいけません。地球が止まっているという事実はタコが静かに飛ぶことで証明される。正直なところ、もし地球が高速で回転する球体だったら、海やその他の水は地球から離れていくのではないでしょうか。濡れたテニスボールが急速に回転すると、水を外側に向かって撒き散らすのと同じように、この問題にマジシャンのような科学者たちは答えを出しています。彼らはそれを重力と呼んでいます。お見せしましょう。これが重力だ。皆さんお待ちかね、サイエンティスト、マジシャンの登場です。彼らは呪文と耳障りのいい言葉を使い、強力な力で私たちを大地に寝つかせます。重力がそれほど強力なものであれば、鳥は空を飛ぶことができず、昆虫は風を利用して移動することができません。猿は木の間を簡単に飛んだり跳ねたりできないし、飛行機は地上から飛び立つことができず、木は太陽に向かって成長しても背が高くなればなるほど重力の影響を受けて地球に向かって曲がっていきます。そしてもし重力が存在し、その力があるならば、海を巨大な回転するボールに巻きつけて曲げることができる。その場合、人間は腕や足を持ち上げるのに苦労するでしょう。伝説によると、木の下に座っていたニュートンの頭にリンゴが落ちてきて、それがきっかけとなってニュートンは重力の発見をしたらしいです。物体は大きなものの中心に向かって引き寄せられると主張しています。しかし、彼らが重力について語るとき、実際に言っているのは質量に対する密度の法則です。今日は家庭で密度を知るためにできる簡単な科学実験をご紹介します。まず最初に空のグラスに水と食紅を入れます。続いてシロップや糖蜜を加える。そしてもう少し水を加えます。最後にグラスにオイルを入れます。15分ほど置いておくといいでしょう。これらの液体は密度が違うので、それぞれの層に分かれています。シロップは最も密度が高いのでそこに沈みます。反対に密度が最も低いオイルは上に上がってきます。この金属製のナットを落としたらどうなるか。これは本当に密度が高いのでそこに沈んでいきます。でもこのブドウは油と水には沈みますが、シロップの上に置かれる。これはシロップの方がブドウよりも密度が高いからです。今度はこのペットボトルの蓋を落としてみると、ゆっくりと油の中に沈み水の上に乗ります。そして最後にこのスポンジを入れてみると上に乗ってしまう。素晴らしいでしょう。議論の余地のない証拠によって検証された科学的事実である。物体を密度の低い媒体に入れると沈みます。密度の高い媒体に入れると
盛り上がったり浮いたりします。石は水に沈みます。物体の密度が水の密度より大きいからです。船の怒りと同じですね。ヘリウムガスの入った風船が上昇するのは空気よりも軽いからです。潜水艦はバラストタンクが空になると海に浮かびます。そしてバラストタンクに水が入ってくると沈みます。タンクの中の空気と水の割合を調整して海の中でこのようにして深さを操るのです。風船を空気 50%、 ヘリウムガス 50% で膨らませます。ヘリウムガスは空気よりも軽いのです。空気と風船の比率が同じであれば風船は空中に固定され上昇も下降もしません。このことは実証済みです。また地球の曲がりや回転のことと同じように地球上の小さな物体が重力を受けて大きなものに向かって行ったり周りを回ることはありません。重力の影響は非常に都合の良いもののようです。小さいものが大きいものの周りを回るということはそれは地球だけでなく周りにあると思われる惑星や星のすべてで適用されています。しかしこのことはマジシャンのような科学者が惑星や月についての研究をするときには都合が悪くなります。エリック・デバイ氏はこのように指摘します。ニュートンの考えは広く認められており、現在では一般的に地球の海の満ち引きは月の引力によると言われている。月の直径が 3500km しかない場合、地球の直径が 13000km だとしても彼らの計算と法則を使えば地球の方が87倍も重いということになります。そのため大きいものが小さいものを引き寄せるはずであり、その逆ではありません。もし地球の大きな重力が月の軌道を維持しているとしたら、地球の重力に勝ることは不可能です。特に地球の海面では、地球の引力の方が大きいので、月の引力で潮の満ち引きは行われない。もし月の重力が本当に地球より大きくて海の潮の流れが引き寄せられてくるとしたら、それらを止めることはできないはずだ。月に向かって海の水は上昇し続ける。この国では反知性主義が蔓延している。それでも最終的にはニュートンの重力が常識を覆したとすると、その代わりにはこのとんでもない考えが可能になる。これも一方オーストラリアでは、これはバカバカしい疑似科学的な真似事であり、回転している球体の地球を正当化するための発明以外の何者でもありません。重力理論がなければまともな人間は一人も、地球儀を信じている人はいないでしょう。惑星の下側では人々の一部が逆さまになっている。幼児期から受けた重力の洗脳から脱却を図れば簡単なことです。遠近法と密度の法則は私たちの世界の自然な仕組みを完璧に説明します。彼らは重力やわけのわからない数字や速度で回転する球体という複雑な概念を発明し、私たちを惑わせます。
なぜこのようなことをするのか、その理由についてはすぐに説明します。でも、ちょっと待ってください。あなたはまだこの考えに乗り気じゃないと思います。でも、大きな疑問をお持ちではないでしょうか。地球が回転していないのなら、太陽や月はどうなるのでしょうか。私たちは毎日のように太陽が昇り、沈むのを見ることができます。ご質問ありがとうございます。パート4までお付き合いください。素晴らしい太陽の姿をより詳しくご紹介します。